コンラート・ヤコブテ・ミンク、クンラート・ジェイコブテ・ミンク、コンラート・ヤコブテ・ミンクは、オランダの貴族であり、動物学者、蝶類学者である。オランダのアムステルダムに生まれた。同名の父親のヤコブテ・ミンクが、オランダ東インド会社の収入役であったこともあり、若い頃に、その支配下にあったスマトラ島に住んでいたこともある。また、父親は、類の標本を大量にコレクションしており、 テミンクはこれを譲り受け、ヨーロッパ有数の鳥類コレクションにまで発展させた。1820年、オランダのライデンに王立自然史博物館が建設されると、鳥のコレクションを寄贈する代わりに、初代館長として着任し、ハールレムで没するまでの30年以上にわたって、館長職を務めた。テミンクは、鳥類の、特に鳩の研究などを行い、また著書であるマニュエルィ。 オーニトロジ、ウタブロシスタマティックデオアゾークイセトルーベントイエヌ・ヨーロッパは、ヨーロッパの蝶類についての標準的な研究として、長年にわたって評価された。その他の著作としては、イストアール・ナチャール・ゲネロル・デピジョンスイ・デガリネシス、などが挙げられる。また、蝶類以外には哺乳類の研究も手がけており、多くの新種について、記載論文を執筆している。 1837年12月22日にはロシア科学アカデミー自然科学部門の会員となった。シーボルトの日本動物史の編纂においては自然種博物館の脊椎動物管理者シュレーゲルと共に脊椎動物を担当した。日本産の大型脊椎動物はテミンクとシュレーゲルによって学名が命名されたものが多い。なお、 甲殻類は無脊椎動物管理者でハーンが担当した。19世紀に新たに発見、記載された動物には、テミンクへの懸命がなされたものや、学名ではないもののテミンクの名が、英名に用いられているものが多数ある。現在も使われているものを以下に示す。テミンクは、植物の学名で命名者を示す場合に、コンラートやコブテミンクを示すのに使われる。オランダ語では、 コンラット・ヤコブ・テミンクを呼び、コンラット・ヤコブ・テミンクと発音される。18世紀のオランダには、現在のような性の概念がなく、自分の名前の後に、父親の名前を併記するなどしていた。ありがとうございます。